はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。バイオハザードビレッジ、続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ここでね、鍵を取ったんですけど、まあ、この2階を調べていこうかしらと思います。だって2階行くんだ、これ。この上か。マップ見るとそうです。この2階、あ、まだ1階か。こっからね。ここまで1階か。下はもう、行くとこなかったよな。うん、2階ですね、今ね。なんかまあ、ちょっと表情がしかたな。2階か。この奥に行くわけですね。この黒いとこね。を進んでいきたいと思います。これ見たかな？あれ、これ見たよな。3人姉妹のことが書かれてんだ、これな。調べる。あ、そう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 。娘の3人の、処置の話ですね。お、待った！待たせたわね。どうして？あそこにいるの？どうすればいいんですか、これ。どこに逃げればいいんですか、これ。ちょっと逃げるとこないんじゃ、ここ。やばい。あそこ、開かなかったらやばいぞ、これ。開いた。お邪魔しました。逃げるか。ここ行き止まりですね、ここね。ここは？開いた。あ、でも外にも誰かいる。忙しいな。もう来ないかな？いや、走ろうとする。いや、その奥に行きたいんだが。足音する、足音する。いや、そこにいるんだよな。いや、ダメだ。一回逃げよう。ああ、そっちだった。ま、見つけたわ。お邪魔しました。ちょっと待って、こっちは逃げれるのか、これ。どこへ逃げればいいんだ、これ。アイテムある。鍵か、キーピックか。これどこ行けばいいの、これ。また戻ってきちゃった、ここ。もうぐるぐる回ってる、これ。どうしよう。エンドレスループ。うん、結局ぐるぐる回ってる。いや、行きたいとこそこじゃないんだよ。これどうなる？これどうなんだ？これで右に行けばいいのか。あ、これか。これが鉄格子の鍵。さっきピアノで、の鍵からと、ピアノから取った鍵ですよ、これね。これ使う。開ける、開ける。はい、よ、開け。鍵を外した。え、まだいんの？やっと私に会いに来たのね。ちょっと、君にこれはが会い私たのくなかっ街たによ。なる。これどうすんの、これ。なんかある。なんかこれ。あ、これで、あ、冷気が入るの、これでね。意地悪なのね。どこ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 。いや、意地悪というか、君が意地悪だね。はい、ちょっと、どうかった？なんでこんなことすよるし。の？しょうがないでしょ、君がそういうことするから。あの弁を開けながら、弱らせながら撃ってくるか。どうして？どうしてこんなこと？しょうがないでしょ。まさか私を殺すつもり？あたぼうよ。ダメ、寒すぎる。金は寒いけど、あ、まあ、やばい、しまった、しまった。しまっちゃった。あそこにいる。反対まで行くか。あの弁を開けるんだ。レバーを下げるんだ。これか。よし、いいぞ、いいぞ。ほい、ほい。私を愛してないの？愛してないよ。夢よ、これは夢。よし、どうぞ。どうした？怒ってる？怒ってるのかい？アバター下がっちゃっ今た。までの人は喜んでたわ。いや、全然喜んでないよ。喜んでるのは君だけですよ。ナイフで切りつけるか。
うん、ダメだ、ナイフが強すぎる。私の一部になれるっていうのに。なりません。こっちか。あれどこだっけ、アイテム。あれまたアイテム。急に表現するとこが怖いな。逃げよう。ちょっとぐるっと回って、ぐるっと回って、あったあった、あそこだ。レバーを下げる。ふん、どこだ。よほい、ほいほい、終わったか、終わったか。よーし、仕上げだ。お、二人目倒した。残るは娘一人とお母さんだけだ。ふう、倒した倒した。ここはもうないかな。ちょっとマップ見るか。先に進むだけですね。まっすぐで左か。左のこちら。失礼。ここなんかあるかな。特になしかな。ここは、これは、お、仮面だ。仮面なんか飾るとこありましたよね。そこに置くべきか。ここは何、鍵を外す。あ、これで繋がんのか。なるほど。あともう一箇所か。これか。これなんじゃらほい、ここは。あ、メモがある。調べる。この部屋で5つの鐘は鳴らせ。鐘？これか？あー、これでなんか炎が灯されるわけね。まあ、1個目。あ、あそこに、あの、あれは多分銃じゃないと届かないな。2個目。あとは？あ、なんかある。ちゃんと補充されるんだな、これ。よし、OK。ここはないか。あと3つ。どこだ？あそこにあるじゃん。あれ当たんのかな？あ、ここで止まるな。止まんないよ。あ、撃てない。こっち側で撃った方がいいのかな。公務有向きで。あそこだったら停滞するから。そうでもなかった。ほっ！おっしゃ、当たった。3個目？あと2個。2個どこ？これ時間かかるなぁ、多分。あ、なんか見えんな。あれは？こうか。二段式か。四つ目。あと一個どこ？見えないなぁ。あれか？違うな。割れた。割れたぞ。待てよ。割れ、ガラスで割れるの一箇所だけだな。なんか、待って、こっからじゃ見えない。外なんだろうな、多分。外にあるんだろうな、多分な。あれか？この部屋だけって言ったよな。外じゃん、あれ。こういうことか。
ああ、開いちゃったよ、なんか。開きましたよ。大丈夫これ。ショットガンの弾、5発、合計10発か。なんかあっても、なんとかなるけど。どういうの、何これ。なんかあるよ、これ。拾う、ハーブか。回復薬いくつあんの ?2 個。もう1個作れんな。まあ、とりあえずこれでいいか。さあ、上に行けるぞ。水分残るな。本がいっぱいあるな。書物がいっぱいあります。これ取れないのかな。取りたいな。ちょっと可愛いですよあれね。取りたいけどそうはいかないみたいだ。木箱がある。壊すか。ん、宝の地図取ってみるの。宝の地図、ノート。特に書いてないな。宝の地図は特に書いてないですね。あ、トレジャー。これ違うな。これか。調べる。拡大？トレジャー？ドラゴン？ダンジョン？キッチン？ずいぶんざっくりしたマップだな、これ。キッチンがあるところの、なんか、わかんないな。まあ、軽く覚えとくか。さて、どっちから行くか。この後ろ行こうか。おお！動くんかい、君。爽快。爽快、爽快。危ねえ。危ない。よし、返す。ナイフにしようか。よし。ガード。あ、倒した。ナイフ、意外といけますね。まあ、銃、ハンドガムの効果もあったけどね。まあ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 。キーピック。これキーピック一個一個拾わなきゃいけないですからね。一個で全部開けられるわけじゃなくて、一回コッキーしか使えませんからね。貴重だ。ん？拾う。ガンパウダーか。お、なんかあるぞ。これは？調べる。お、探検なるものが、城にあると聞く。死に花？っていうのかな？それは中世の品で何でもその刀身には古今東西にあらゆる毒が塗られているとか。やばいなこれ。誰も存在を知らない。所在を知らないか。そんな探検あるんか。さあそんな探検、刀身か。なんか役立つのかな。なんか、あ、銃だ。ライフルだ。かっけえ。あ、あれ？あ、置けない。キーピック。カス、変えなきゃいけないのか。入った。ギリギリだな。これ OK。 かっけえ。でも弾数少ないや。これ貴重品だな。待て、これ割り振ろう。こうか。これを
ショートカット下だな。よし、これ OK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 。 さあライフルを使うときがやばいときですね。わかんないですけど、ここ終わりかな。ここはライフルをゲットするとこだったのかな。じゃあ下降りますか。いやー、下行くとお母さんいるんじゃない、これ。お母様が待ち受けてんじゃないですか、これ。なんか嫌な予感しかしないんだよな。行くか。で、ここで、さらにこの奥か、行ってないの。ドミトレスク鍵、ありますね。だから、ずっと右、左か。で、ここ出て、これ大丈夫で。で、右。もう大丈夫か、でも。これ左行くのかな？左まっすぐか。で、まっすぐ？やべえ。出てきたよ。出てきたよ。ちょっと待って。サンドラ、いるの？やべ。さっさと出てきなさい。殺しちゃったんです、私が。倒してしまったんですよ。すごい。お遊びはたくさん。待って、もういいでしょ？こっちか。あの男の首を取ってきなさい。やめてください。はい、お母さん。え、なんで？どっから来るの？使う。あ、違う。間違えました。ドミトレスクの鍵だ。開けて、鍵外した。来たぞ。さ、これでまた仮面ゲットかな？やべ。バレたかな？何これ。ん？指輪。銀の指輪。これまた誰か、キーアイテムか。しまった、間違えた。こうしといて。どれだ？ないな。指輪。調べる。なんかあんのかこれ。特にないな。野球のボールみたいだな。これでもあそこに入れなきゃいけないんだけど、武器商人がいるとこの部屋に、そういう球体を置くとこがあるんですけど、ちょっとまだいけないな。あれ？指輪がどっか行っちゃったぞ。これか。これ売るものか。トレジャーだから、そうですね。売るアイテムだ。売ってお金にするアイテムか。わかりました。で、ちょっとこれを壊して、設計して、ショットガン弾もらおう。こう、こんなもん。左に、右に行けないかなか。あ、なるほど。で、これはスクラップ A。そろそろハンドガンの弾作っとくか。他になんか作れないのかな？ガンパウダーじゃないやつで。いいか、作るか。よし。来たけど、おっと、なんかあるぞ。おっ、ショットガンの弾が出てきたってことは、それなりの滝を倒す必要が出てくるのかな。アイテムソフトがいっぱい。うわー、移動したいけど、一時的に、いや、無理だよな、これ取れないね。取れませんね。あー、つくんじゃなかった。でも3発か、残り。まあ、あとで覚えておこう。これ、来ることあるかな？ここ通れませんね。おっと。他の子に先を越されたかと。あ、ちょっと待って。ここ閉じ込めたんじゃない？これ。待て。何これ？パイプ、手榴弾。パイプ手榴弾。俺でもちょっと待って。痛い。出ないとダメじゃない？これ。あ、閉じ込めた。これどうやって戦うんだろう、これ。これか。
待て、これわかんないぞ。これ出ないな。霊気を、あ、待った。回復するか。こっちか。これか。開けるか。これコースか。コース。ボタンが出た。あれ、壊れない。衝撃で壊せそうか。なるほど。どんな感じ？こうか。待て。動いちゃダメよ。ちょっと無理だな。あれ、ちょっと衝撃で壊せそうって壊せないんですけど。衝撃、あ、なるほど。待て。一回切り替えよう。パイプバックだ。ショートカットにして。こういうことか。難しいな。こうか。よし、いいぞ。ショットガンに切り替える。リロード。タンジが倒す。よっ。ふざけたまねよ。どっちがふざけてるか。ガード。よいしょ。お前ごときが。待て、やばい。ほっ。よいしょ。ヘッドショット。来てください。ふっ。待て、ガード。ガードしよう。近づいて、よいしょ。これでいいか。あとハンドガンか。終わりよ。よし。あとガードしながら。ほっ、また。ほい、また。ナイフ、また。ナイフはいろいろやらないかな。回復しよう。ほら。待てい。弱ってきた、よし、よし、よし、倒した。ふぅ、一瞬どうなるかと思ったけど、倒しました。じきに回復するでしょ、これ。さあ、ちょっと取るべきアイテムを取っとくか。よし、倒った。これ何、これ台座のついたなんとか。呼べなかった。鹿骨？知らな。キーアイテム。これか。取れんのかな、なんか。あ、調べる。もう外せるんだ。お、標本だ。これ、どこで使うんだろうな、これな。よし、倒した。これであとお母さんだけですね。あとハイゼンブルクか。ね。ということでございまして、今回の動画ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。さあ、この後ね、いろいろアイテムゲットしてたので、そのアイテムをね、このいろいろはめていきたいと思いますね。それでどう進んでいくか、ちょっと次回にやっていきたいと思います。それでは、さよなら。